鳥居玉作湯神社は、島根県松江市玉湯町玉造りにある神社。式内社で、旧社格は、県社。神門は、二重機構に丸玉下玉ま,まが玉。祭神は次の世柱。延長5年成立の、演技式神明町での祭神の記載は、玉作湯神社が一座、同社座韓国板亭神社が一座の計二座。それぞれ、出雲国風土器成立家に見える。 玉作勇者と勇者に否定される。出雲玉作史跡公園玉作り温泉街神明の玉作湯神に関しては、玉作神と湯神の二元的性格が指摘される。前者の玉作とは玉類の制作を意味する。鎮座地の河川山一帯は、出雲地方における玉作の中心地とされ、弥生時代末期に始まる玉作遺跡が濃密に分布するほか、 遺跡からの出土品の一部は、玉作湯神社に所蔵され国の重要文化財に指定されている。また、当地一帯は、出雲国風土記に見える、隠部神戸に否定されることから、玉作湯神社は、隠部市の干渉下で、玉類製造に当たった玉作部により放載されたものと推測されている。この周囲では、串名玉命が、出雲国玉作の祖である旨が記されており、 現在の玉作湯神社ではこの串名玉命を祭神の一柱に祀っている。また同書では、天根府命が隠部諸子を率いて各種神宝を作らせたうち串名玉命の子孫には五祈り玉を作らせ、その串名玉命の光栄は出雲国にあって毎年長物と合わせて玉を更新する旨が記されているが、 実際に演技式臨時祭では毎年10月に出雲国王軍の神戸玉作詞が玉を信入する旨が規定されている。校舎の湯神の性格は玉作り温泉が神の湯として信仰されたことに関係する。現在の祭神の内大名持神と少なびなの人については伊予国風土器一文に道後温泉にまつわる伝承が記されており、その関係で両神は 湯の神として当地に勘定されたものと推測する説がある。なお、残る祭神のイタケル神は、演技式神明町に見える、同社座韓国いたて神社の祭神とされる。この、韓国いたて神を祀る者は、演技式神明町では、出雲国のみながら六社も見られる、得意な存在で、韓国を関することから、朝鮮半島からの将来神と推測されている。創建は不詳。 出雲国風土記成立下では、お軍上に、玉作湯者と、勇者の記載がある。国史では、上岸元年に、湯雑舎姫命の神界が、無意から生後一下に奨励された旨と、上岸十三年に、湯神の神界が十四位下に奨励された旨が、記されている。延長五年成立の、演技式新名帳では、出雲国王軍に、玉作湯神社並びに、 同社座韓国伊達神社の記載が見え、二社が式内社に列している。中世に入り、隠部僧者神宮寺根元録によれば県庁を4年に、佐々木やスキヨから米五国の寄進のことがあったという。また、永禄元年の胸札では、ゆひめ大名神とある。江戸時代には、松江藩からの数計を受け、境内に隣接して、玉造御茶屋も設けられたほか、代々の藩主による参詣や、 第三のことがあった。特に今日は三連には、七大藩主の松平、春里から、湖南玉作り役泉神社名の額が奉納されている。この頃の資料では、社名について、湯船明神や、湯船大明神などと見える。その後、安政四年に現在に見る本殿が再建された。明治維新後、社号を玉作湯神社に戻すとともに、近代社格制度では、 当初、孫社に弟子、昭和3年3月に剣社に昇格した。本殿社殿の内本殿は安政4年の再建によるもので、大こそ作りを変形した様式になる。玉作湯神社境内は、国の史跡、出雲玉作跡,跡の一角として史跡に指定されている。大正11年10月12日指定。所在地交通アクセス周辺玉作り付山古墳に、 関するカテゴリー、ありがとうございます。